でもう倒してる。そうですね、まあそれもあるんですけども、まあまあ、カイホル選手と山根選手とも争うのではなく、まあ、自分自身日々高めていけたらいいなというふうに思っています。まあ、練習の中でもそうですし、まあ、練習後のミーティングのとこでも、まあ、自分が思うことであったり、やらなきゃいけないことをしっかりみんなに伝えて、次の日につながるようにやっていきたいなと思っています。代表チームとしても、まあ、年を明けて初めての活動の場であるので、まあ、やっぱりここでしっかり世界と戦える、まあ、準備をみんなで確認できたらいいなというふうに思っています。